四番街祭り特設ステージ。南一条西四丁目に設置されており、四丁目プラザや札幌パルコなどの店舗が近隣にある。四番街祭りは北海道札幌市中央区にある四番街で行われる祭りの名称。例年6月末から7月初頭にかけて行われ、期間や日時はその年により異なるが、ほとんどの開催日は土曜日と日曜日である。 札幌市の大通公園から南へ伸びる四番街の他札幌一番街でも行われる祭りイベントで期間中は歩行者天国の状態であるため路上で様々な催し物を開き訪れた人々が楽しめるように構成されている祭りはアイラブ大通りなど他のキャンペーンと連動して行われることもありチャリティーイベントやコンサートも行われる四番街祭りは 札幌市の公園の下札幌四番街商店街振興組合が主催する祭りである。場所は、中央区の南大通りから、すすきの交差点までの駅前通り商店街、四番街を中心とし、南一条西四丁目から東側へ伸びる札幌一番街も範囲とする。四番街祭りは、通常の車道を歩行者天国の状態にして、 開放する札幌プロムナードと同時開催されるため、土曜日及び日曜日など休日に開催されるほか、路上でのイベントが行われる。路上では特設ステージが設置され、音楽アーティストやダブルダッチショーなど催し物が行われる。このステージは大道芸やフラダンスなどのイベントが行われ、他にもボディービルダーのショーやバーテンダーによるカクテルパフォーマンス。 ボサノバやラテン音楽の音楽ライブが開催される。ステージの設置場所は南一条西四丁目のスクランブル交差点付近。その他、北海道で唯一存在するアマチュアプロレス集団のエワアマチュアプロレスが行うパフォーマンスイベントが路上に設けられたプロレスリング場で試合を行う。また、ニギニギ露店という名称の各種露店も設置され、千本釣りや スマートボール、ヨースヨクーい、金魚クい、輪投げなど様々な縁日露店を楽しむことができる。これら露店では、祭りパンフレットに付帯されている利用券を使用することで無料で参加できるものがあり、利用券で麺菓子やかき氷、ポップコーンなどの軽食と交換することが可能である。めぐみあいビルからシルバービル前まで続くすすきの交差点近くの路上では、四番街、 ビアロードが行われ、路上に置かれたテーブルと椅子を利用できる。近隣に焼き鳥や味噌おでんの店舗が建っており、ビールの他、かき氷などの軽食を購入することができる。また、これと同時に100円チャリティ募金も模様され、協力すればビールもしくは軽食の引き換え券が入手可能である。アウトドアで棒巻きのパン作りを体験できる4番街アウトドアセンターも開催。 生地を巻き、棒に巻いて作ったパンを試食できるイベントで、試食は子供優先となっている。これはバーベキューを通しての食文化発展を目指す、北海道の団体、北海道 BBQ カレッジによる協力で行われた。祭り会場全体では各種パフォーマンスが行われる。特に大きな祭りの呼び物として、ハッピーに身を包んだ参加者がみこしを担いで路上を練り歩く。 4番街繁盛信用が挙げられる。また、路上にはツイストバルーンのパフォーマンスを行うピエロの格好をした芸人もおり、その他大道芸も見られる。これらは秋に行われる札幌パフォーマンスカーニバルに先立って行われた大ドンデンプレビューコーナーである。季節が七夕に近いことから、夜よる神社、よろず引受眼鏡流の木に、 願い事をかけられるコーナーがあり、その上、カラーセラピーやマクドナルドのキャラクター、ロナルド・マクドナルドに奮した人物も参加するなど、主従雑多なイベントが行われる。2007年に行われた4番街祭りでは、札幌市の商店街が合同で行う、アイラブ大通りキャンペーンも同時に行われた。同キャンペーンは、夕張市を講演するものであり、祭り開催期間には、 夕張市長の藤倉はじめと札幌市長の上田文雄も参加してステージでスピーチを行ったほか札幌一番街会場ではキャンペーン T シャツを販売した。ありがとうございます。